を求めます。総務副大臣、田畑裕明君。地方財政審議会委員、堀場功君、植木俊之君、野坂正一君、星野直子君、および宗田智子君の5君は、令和4年1月25日に任期満了となりますが、堀場功君の後任として小西幸男君を、植木俊之君の後任として西野紀彦君を任命することとし、野坂正一君、星野直子君および宗田智子君を再任いたしたいので、総務省設置法第12条第1項の規定により、両議員の同意を求めるため、本件を提出いたしました。何卒ご審議の上、速やかにご同意賜りますようお願い申し上げます。ただいま説明の人事案件について、これより採決を行います。まず、地方財政審議会委員のうち、小西幸男君、西野紀彦君、野坂正一君および宗田智子君の任命について、同意することに賛成の諸君の起立を願います。多数と認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。次に、地方財政審議会委員のうち、星野直子君の任命について同意することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。副大臣はご退席いただいて結構です。次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者、衆議院議員運営委員長、山口俊一君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員